朝日の動画のキャンちゃん、キムタカメラマンの原ちゃんです。今回ですね、もう見てもらったら分かる通り、大阪といえば新世界。新世界そうですね、新世界に来ております。おタムチンさんが、一緒に巡ってくれると。巡る巡回回ってくれるってことなんで、案内してくれるみたいな感じ。案内してくれるってことなんで、うん、もうちょっとタムチンさん来るってことなんですけど、うん、またもやっちゃう遅刻ということで、また来ないんで。確かにな、僕後輩なんで、まあ、さっきついておくのが礼儀かなと思って、うん、2時間ぐらい早く来てるんですよ。ああ、うん、それ早くすぎやな。2時間ぐらい早く来てるんですけど、たぶんちゃんのこと今から閉まっていきたいなと思うんですけど、うん、いやすごいな、なんかもうガチャガチャしてるな、街並みが。大阪って感じですね、うん、でも後ろ見てもらったんですけど、天王寺動物園からですよね。ほんまに、はい、ここまで待ち合わせってことなんで、うん、では待ちます。はい、はい、またもやたぶんちゃんさんが横に横に手が震えて、何回ぐらい手が震えて震えすぎや。今回ね、はい、ちょっとキムとハラちゃんを、はい、新世界に連れてこようかなと。はい、でまあ結構 YouTuber が、はい、撮影する場所でもあるんで、爆発踏んどこうかなと。ああ、なるほど。っていうのでちょっとまあ案内していくかなと。はい、ありがとうございます。まあ、結構やっぱ撮影したこともあって何すかこれ。恐竜ギリハカね、これもうほんまのおかんじゃないってことね。おかんじゃないおかんの秘密の劇場、もみしだされたインチチって。すごいよ。すごいっすね。これで楽しみやん。やろう。すごいっすね。昔のよ雑誌とかチラシとかあるやん。はい。そうなんじゃなくて、今これ連絡から10回って書いてある。あ、もうやってるっすね。やってるの。リアルタイムで。そう、リアルタイムの話やん。しかも国際地か。インチチと未亡人。一夜だけのもみごとやん。あ、これもう目ともう身をかけとんの。知らんけど。こういうな映画館もあるんです。ああ、新世界にあるってことですね。昔ながらのこう映画館とかゲーセンとか、はい、ご飯屋さんが残されてるっていう。行こう。はい。早速行こう。まだ昔なんで、うん、今って結構単価上がってきてるじゃないですか。上がってるな。安いとかあるんですか。マスクつけろや。いや、つけてますよ。特大ブーメラン。特大ブーメラン。いや、ほら、ビリケンさんですらマスクしてますよ。ビリケンさんや。ビリケンさんって何か知ってる？ビリケンさんは幸福のあれです。足撫でたら甘い。違う。違います。ハズレです。あ、ビリケンさんなんか、やるんかなやるんかな全然直せへん。何もせへんか。猫よけじゃないですか。ハズレ。え、ハズレ。何なんですか。説明をしない。なんもない。なんこの手応えのないわけは。すごいな、ギラギラしてるな、ここも。夜来たらヤバそうやね。ヤバそうよな、夜来たら面白い。なんか道頓堀とは違いそうやね。こっちの方が治安良さそう。でも確かそこら辺で食わん方がいいっていうね。あ、そうなんですか。あんまり美味しくない。観光客向けになったからめっちゃ高い。いや、そうなんです。高いし、そんな美味しくないし。大阪といえばたこ焼きですよ。たこ焼きや。たこ焼き食べたいな。たこ焼きもね、あんまこういうとこで食べた方がいい。どこがいい。普通に地元のとことか。おお、すげえ。社会のイノベーションの道、日立。はいはい。日立とかで思ってたけど。新型コロナウイルスのせいでフグなかったやろ。あ、大きいフグ。大きいフグなかったっすね。ニュース見たと思うけど、コロナで潰れた。そう。新世界で言えばフグやってるね。うん、あの大きいフグ。ほんまに青と白の。これ今どこに向かってるんですか。教えられない。教えられない。すごいな。あー、でかいっすね。確かに。なんすかこれ。あれ新世界国際。さっき のあの看板の店じゃないですか。看板の店やね。看板の店、あ、じゃあやらし、あの映画が見れるんやん。ここで見れるんですか。ここ無修正版とか書いてる。大きい画面で見るみたいな感じかな。やばいやん。こうエロいね。エロいところは騒ぎじゃない。でも見てる人みんなギンギンでしょ。ギンギン。やばい、モザイクかけなあかんこれ。もうなんか黒人と。なんなんこれ。大人線やん。まだ早い。まだ早い。やっぱ夜の楽しみ方ですもんね。そう。そういう感じは。確かに、ね、バッチリ。ちょっと知る人ぞ知るお店やと思うんだけど、はいはいはい、で、靴とか
たこ焼きとかキムに食べてもらおうかなと思ったけど、はい、ベタ中のベタすぎるから大阪と行ったら激安のなんか食べてもらいたいなと思って。ああ大阪と行ったらっていうのかわからないですけど、大阪と行ったらやっぱ安くしてうまいもん。うんうんうん、で多分前焼肉、はい、焼肉行ってたやん、はい、多分日本一系探してるって言ってたから、はい、うん、そう探してて、はい、いやあれうまかったっすよ。多分俺の中で、ま、日本一がちょっと分からんけど多分関西一安い食べ物やと思う。安い食べ物、安い関西一、その食べ物屋さんが新世界にあるんです。どういうこと。いやーやっぱキラキラしてるな。原ちゃんこういうとこ好きやもんな。なあめちゃくちゃいいわ。いっぱいなんかいろんなもの並んでるもん。フグはなくなったけどタコはあるけどね。ここやねんけど。え？あこれ。目の前で握ってくれる握り寿司、職人さんが作ってくれる。おお、50円は安ない。単価握り170円。下の商品はすべて単価値段ですと。三人とも。見せてもらっていい？原ちゃんは。じゃあ。普通にしやった。東方スネマみたいな。あ、そう。あんなちょっと古いっぽい感じやけど中は。結構ボロ。あ、ボロです。結構ボロ。